風丸さですね。まあまあ今後のために勉強しております、はいはい、ぜひぜひ。今ルミがですね、はい、ダブトン統一のポンステテンパイできるイーシャンテンまで来てますね、ドラが、はい、ローワンなんでドラ受けがある形ですよね。これはポンテン取りそうですよね。取ると思いますね、はいはい、そして村上が国士模様、ね、こちら黒沢リャンマン引き、これも清さん気持ち悪い気持ち悪かったんですよ。もう言いそうがこの手配にあることが気持ち悪かったんです。黒沢さんはめちゃくちゃいいですね。これだって、はい、32人中1人の気がするな、この椅子を切る人。どうですか、まあ、3万切る人が多そうですよね。3万切りそうですよね、はいはい。まあ、あともっとストレートにスーピン、が大体だと思うんですけど、椅子もちろんある一手じゃないですか、椅子って、はい、でもどうですか、 M リーが32人中椅子を切る選手、クロサ以外に思いつきますか。今対局しているルミさんは切るかもしれないですね。ルミさんが多少その可能性あるかなと、あとは、なんか点数ない時の渋川さんとかも切りそうですね。状況に、点数状況に合わせて、はい、堀さんとかもやるかもしれないですね、はい、そこから。そうですね、はい、いやでも順目が早いんで面白いですけどね。これもかなり決まれば跳ねまんくらい、いいチャレンジっていう感じですか、はいはい。これがちょっと順目深くなって、今ぐらいの順目になってくるとちょっとさすがにやりすぎかなって感じもしてくるんですけど、はい、順目が早いとこの手はハネマンクラスを狙う価値ありと。さあここで黒沢チーマン引き入れてウーソ切り、渋川イーピンアンコで2メンツでイーシャンテン。渋川さんはドラにくっつけたいですけどね。そうですね、どっちか統一落としっていう感じですか。ローピンを切りそうな気がします。はい、はい、やっぱ愚形ってもう2枚しか待ちがないって分かってると、もうよほど、はい、なんかその他のその2枚が生きてるとか他の人は使いにくいっていう情報がないから生きづらいんですよね。うわー最高の入り目、ダブトンアンコにしたルミは6万のリーチ。これドラこそあと1枚しか残ってませんが、9万どうだ、9万2枚、三山もちろんドラを積もれば十分すぎる、てかドラじゃなくても上がれば大きい。いやもうダブトンアンコは最高ですよ、もう最高ですね、はい。ルミさんちょっと小技使いましたね今ね。あのローソーか三蔵ってことですか、はいはい、そうですね、リーチ戦やはりローソーにしたんですよ。はい、これはこうしとくと三蔵が他の人からだいぶ打ちづらいですよね。小桜さん、はい、三蔵切ったローソーは確かになんか切れそうですもんね。そうなんですよ、ローソー2枚切れなんで、はい、あのなんか感度層357って持ってて三蔵切って感度層に受ける人っていないじゃないですか普通は、もう黒いデジタルじゃない限りすごい、はい、すごい仲間のこと、もっと乗組員のこと悪く言うじゃないですか。いや悪く言ってないですよ、悪く言ってないですね、はいはいはい、そういう黒い戦略もあるんですけど、はい、まあ普通はしないじゃないですか、はい、なんですけど、まあこれね、ローソー切りリーチだと換算像っていうのは相当やっぱ他の人から見てあり得る街なんですよね。ですね、うん、酸素を抑止する、酸素切りを抑止する効果があるってことですね、はい。まあ、それが狙いだったかどうかはちょっと定かではないですけど、はい、うん、村上はね酸素を持ってずに、はい、さあルミ狙いの数万引きどうしますか。7万通ってない、4ピンはいか、3万 B シャーン、B シャーンときましたよ。何にも通ってないですよ。いやちょっとルミの顔が笑ってる、苦笑い来ちゃった、やばい来ちゃった、あの人来ちゃった、まずいよな、まずいよな、いやしかも G1 を通った、まずいよな、あの人来るとまずいんだよな。7万通ったら数ピンくっついたら2差しですもんね。はい、いやでもルミさんも街別に悪くないですからね。悪くない、はい、悪くないんだよな、悪くないけどまずいんだよな、あの人来たら。いやどうですか実際、そのひよさんも黒沢さんと、はい、対局する機会とかあると思うんですけど、こうやって親リーチ打ってて、はい、無筋押さえるとどうですか。ですね、はい、やっぱ嫌ですよね、うん、ちょっと前にそれをすごく感じた選手がいたのが、はい、白鳥さんだったんですよ僕。ああ、普段押さない選手がってことですか。どちらかというと僕は押さないより、多分、はい、もちろんリーチを、あ、なんだ2万リーチを受けてからとかっていう話になるんですけど、はい、どちらかというと守備に強さのある選手だと思ってるんですね。そういう選手の一杯っていうのはもう背筋が凍りますね。そうですね、それはすごいわかりますね、はい、やっぱり噛んだ、噛ん、ダブトンアンカンは黒沢に対する抑止力、これますかあなた。ちょっとでも迷いましたね今、黒沢さんも来てるしなって
なるほど、はい、ドラ乗せていいものか、シンドラパーピン、9万じゃなくて9万、さあルミ、これで私の手は高いですよ、黒沢さんともう表明しました。黒沢さんね、さっきリャンマンを押したんですよね、A、7万じゃなくて、はい、これのおかげでまだいけるかもしれない。あー、帰ってきてもいいか別にいや69万、これだってまだ9万2枚ありますよね。はい、ローマも1枚ありますよね。減ってないですよ、リーチから。この順目で3枚やったら十分多いですよ。十分ですね。そしてここはカウントしたい牌がありますね。平ですね。平ですか。3枚ですね、場には。誰も持ってない。1枚いますか。1枚いますね、裏ドラにペイが。この順目に1枚いて2枚裏ドラ見えるんでね、全然乗るかもしれない。リーズもダブトン、楽しみな裏ドラはなし。4000は4100オール、裏ドラ1枚の4000オールです。リーチツモダブトン裏1。さあトンの一曲は一人転敗、続く一本場で4000オール。二階堂ルミ、前回の登板では4000オール3発、6000オール1発の大快勝を決めています。これルミは8000までだったら打っても1万2000打っちゃまずいけど、1万2000あるのそれと。いやー、まあドラ4枚使いとかそういうのじゃない限りはって感じですね。純ちゃんドラ4ですよね、はい、あ、これ3枚いってますね、うん、これ3枚泣けるんですけど、泣いても転敗しない。いやでもルミさんこの辺り的確ですね、本当。次どこ行きます。あ、そうか、これ9ピンが見えてるんですよ、自分で1枚。あ、じゃあだからこれ跳ね間がないです。跳ね間ないから、もうルミさんは大丈夫だ。純ちゃん3色、私も今それ考えました。純ちゃん3色ドラさんが一応ありますか。あと純ちゃん3色ドラさん一応あるか。ありますね、キューピンジャン等の。ありますね、うん、3色。いやー、渋川もたまらず、うん、これ多分ルミ次9万かパーソーですよ。もう9万、もうアシストシステム、これは勝俣譲り、チームメイト勝俣の技を、ムーブを使うルミ先生、これで合ってますよね最後。ああ、考えてる、今最後の街は何かなとか、面倒見ちゃっていいんでしたっけこれっていう感じですね、うん、これチーソーかパーソー打っちゃうんじゃないか、本当にパーソー、これ打っちゃう可能性ありますね。ソテオドン考えるかですね、うん、ああ、最後までしっかり面倒見切った。8000、ここは2回のルミ、大きな返事、個人4勝目は自らの村上への振り込みでのトップ確定。朝倉さん、はい、いかがですか、2回ドルミこの最後の1曲。いやー、美しいですね、差し込みまでの流れが。はい、はい。